今回は Vlog。お世話になっております。あ、間違えた。スモールリグっていうカメラケージとか、あとなんていうのかな、カメラをね、つけるアームみたいなものとかを作ってる、新鮮のブランドがあるんですよ。こういうやつね。もっと大きいいろんなカメラのやつとかもありますけども。で、そこの動画を今日撮ろうかなと思ったんですね。で、そしたら、2019年にそこに行っててですね、あ、その時の動画ちょっと挟むかなと思って見てたら、なかなか当時の深センの様子が面白くてですね、もうこれ一本そっちにしようと思って、Vlog、ビデオ日記作りました。今回はちょっとね、普段みたいな、ガジェット紹介とは違うんですけども、2019年の6月に、香港から、深センに行った時のですね、動画を皆さんに、ご覧いただきたいと思います。では、どうぞ。香港のマクドナルドは自動というか、なんかこういう大きな画面をタップして注文ができるんですが、今はなんか動いてないみたいです。お世話になっております。タタです。今私はですね、香港に来ています。どうでしょうか。私の後ろに今見えているのがね、香港のビル群でございます。ここからですね、新しくできた高速鉄道に乗って深センに行ってみたいと思います。深センというのはですね、広東省にあるいわゆるメインランド、中国本土にあたるですね、大きな町です。皆さんご存知の通りですね、電気街、世界最大のね、テックの街、イノベーションの街として知られる深センにですね、今から向かいます。いかにも香港という感じの景色ですね。高層ビルが立ち並んでいる。これですね、香港西カオルーン駅という看板が出てます。ここです。めっちゃゴキブリ歩いてるけど OK。 これがですね、発見機のようですね。さあ行きましょう。いざ発見。さて、これよくわかんないですね。普通の列車の場合はオクトパスというピッとやるやつね、スイカみたいなやつを買えばいいんですけど、今回高速鉄道ですからね、これで本当にいいのかちょっとわからないですね。カスタマーサポートというかサービスセンター的なところで聞きましょう。完全に違う駅だった。こっちじゃない、向こうに行けと言われました。これか。そうだ、多分ここだ。明らかになんか駅の雰囲気が少し高級になっている。間違いない。それっぽいところに自動販売機的なところにたどり着いたんですが、広州南駅しか行き先がなくてですね、深セン北駅にどう行くのかわからない。外れだったみたいです。カウンターの16番から先のところに行ってくださいと言われましたね。あったあった、これだ。いかにも高速鉄道らしい長距離駅のなんていうんですか、チケット購入場所っぽい雰囲気のところに来ましたよ。そして深セン北、シェンゼンベイというのがありますね。Is it? Okay. Thanks. 切符ゲットできました。一度ビザカードが通らないという謎のアクシデントに遭遇しましたが、無事にチケットをゲットしました。深セン西カオルーン駅から、あ、間違えた、香港西カオルーン駅から、深セン北駅に向かうチケット、お値段はですね、85香港ドルなので、だいたいざっくり1200円ぐらいですかね。まあ悪くないんじゃないでしょうかね。うん。你好。你好。用 passport please。 あ、 OK。 さあ無事ですね、セキュリティチェックを抜けて、今から出国と入国の手続きをするのかな、なんかそんな感じのことを読みましたが、ちょっとよくわかりません。引き続き進んでいきたいと思います。この高速列車が開通したのが2018年のことらしいので、1年ぐらいですかね、できてから。新しい駅です。無事に香港の出国ゲートを抜けられました。ここから先はですね、中国の入国です。監視カメラの数がすごい。中国側の入国、そしてですね、セキュリティチェックを抜けて今
やっとですねプラットフォームに向かいます。電車に乗る前にね、香港で入国と出国、そして荷物検査が全て完了するという仕組みなんですね。ちなみに出国検査のところの監視カメラの量はすごかったですね。さすがハイテク警備社会中国、うん、あと入国の時にはね指紋も採取されます。列車に遅れがあったらしくですね、結局この待機列で30分ぐらい待たされましたね。ただ、発車時間からは3分遅れぐらいで今ゲートをくぐるという感じです。出発が遅れ気味ではございますが、車内は非常に快適です。二等車ですけど、もう新しくてですね、綺麗で座席もふかふかで、まあ、いわゆる日本の新幹線と、もう本当遜色がないというか、新幹線の新しい車両みたいな感じですね。深圳北駅にやってきました。中国本土に来ると毎度いつも同じことを言ってる気がしますが、やっぱりねスケールが大きいんですね。香港は基本的にはね島があって、その先にまあ非常に限られたエリアをこうビルを建てて開発をしているという意味ではすごくギュッと詰まっているんですね。東京と同じか、あるいはそれ以上過密な街なんですけども、深圳はね大都市でビルがありながらもやっぱりですね広大な中国の一部ですから、こうスケールがねズドンと大きくなるんですね。というわけで今から、今日の宿泊先のホテルに向かいます。めっちゃ懐かしい。急に記憶が蘇ってきましたけど、これ私一番最初に深圳に来た時にこの辺でめっちゃ迷ってた場所ですよ。多分そうだ、この景色は見覚えがある。いやー、この屋根とかすごいですよね。そうそう、ここにね圧倒されてすごい迷って、中国の現地の方に助けていただきながらなんとか井戸さんと連絡を取れて合流をしたみたいな。警戒が厳重です。そういえばラスベガスでレポートした曲がるディスプレイなんてもの、あれも深圳の会社でしたけど、ここでもうバッチリ製品化されてますね。もちろん同じメーカーのものかどうかはわからないですが、柱の周りをぐるっと取り囲むようなディスプレイが大量に設置されています。深圳の地下鉄はですねこんな感じで駅名が明記されていて、どっちに向かってどんな駅があるかというのがですね全て乗り口に書いてあるんですね。で、漢字とアルファベットの表記があるので迷わない。私みたいにこの土地に不慣れな、ね、旅行者でも楽々乗れるという親切仕様、深圳の地下鉄はいいです。モバイクがこの道端に打ち捨てられてるのを見つけたんですが、ちゃんとスマホのアプリを起動したら乗れるようになりました。数が少なくなってきてるとはいえ、深圳のシェアサイクルまだまだ便利ですね。あんまり歩道が歩道の体をなしてなくて走るのが怖いですね。段差、木がこれは無理だ。歩いた方が楽なんじゃないかなって感じだけど、すごいですね。歩道拡張するのかな。なんともモバイクでは、レンタルシェアサイクルでは心もとないかもです。完全に罠でしょ。踏んだら終わりだよね。あぶね。上り坂で結構しんどい。そしてなんか若干私が知るハイテクというか、洗練された雰囲気の深圳とは違う感じの、もう少し生活感のあるエリアに突入してきています。現在時刻夜の10時ぐらいですが、人通りは多く女性の一人歩きもあり、
治安に不安を感じる雰囲気はありません。交番派手だな。街のネオンも派手だ。 OK、 ありがとう。モバイク、モバイク14分乗って15円でした。汗だらだらです。こんなにしんどかったっけ。お、着いた。でかいな。ちなみに今回の取材はですね、飛行機代は自腹で買ってきておりますが、前半のホテル、競輪でのホテル、お食事等はですね、普段私がお仕事をお手伝いしているバンリックスさんにご負担いただいて、出張にやってきております。フロントに来て暑いですねと言ってたら、おしぼりとですねお水を出していただいて、なんかとってもサービスがいいですね。おお、なかなか快適そうなお部屋でございます。水回りも綺麗ですね。すごい、平安幸福って書いてある。これ毛糸みたいなやつですよ。面白いな。ほら、お花とかも作ってくれてるんですね。気が利いてる。すごい眺めだ。あ、開かない。いや、朝早っ。なんかご飯を食べてたら外で事件が起きてましたね。追っ払いの喧嘩なんでしょうか。なんかちょっと物騒な感じですけどもね。まあトラブルには力があるのが一番です。立ち去りましょう。さあ、中国出張第1日目、香港からですね高速鉄道に乗って深圳に到着。無事にホテルにチェックインできました。綺麗な感じでね、サービスも良くていいですね。明日からですね、深圳のテック企業やスタートアップ企業の見学に行ってきてですね、またこのブログに、撮影していきたいと思います。というわけで、このチャンネル気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。そしてですね、動画の評価もお忘れなく。それでは皆さん、またインターネットのどこかでお会いしましょう。バイバーイ。